皆さん、こんにちは。休校が続いていますが、学習は計画的に進んでいますか？学校から出された課題を頑張って取り組んでいるのではないかと思います。今回は6年生の国語、市の学習です。国語の教科書を使いますので、準備をしておいてください。また、途中で音読をしますので、一時停止ボタンと再生ボタンを確認しておいてください。では、始めましょう。教科書の14、15ページを見てください。今回は、詩を楽しもうという内容です。すでに音読をした人もいるかと思いますが、今回学習する作品は、山村牡蝶さんの春の川と室生犀星さんの憧憬以上です。この時間の目当ては情景を思い浮かべながら2つの詩を読もうです。この2つの詩はどちらも春の景色を思い浮かべられる作品です。それぞれにどんな春の景色が広がるかを考えながら読んでいきましょう。まず14ページの春の川を声に出して読んでいきます。読む前に一時停止ボタンを押して、読み終わったら再生ボタンを押してください。では、どんな春の景色が描かれているかを考えながら声に出して読んでみましょう。どんな春の景色が思い浮かびましたか？学校ではお互いの考えを伝え合いますが、今回はコンタ君の意見を見てみましょう。大きな川だけでなく、自分の家の近くの小さな川や用水路にも水がたくさん流れている様子が思い浮かびました。溢れているという言葉を繰り返しているので、たくさんの水がどこまでも流れているような感じがしました。皆さんはどうですか？次に、15ページの憧憬以上を読んでいきます。その前に、この作品について少し説明をします。憧憬以上は6編の詩の連作です。連作というのは、一つの主題で書いた一連の作品のことです。この作品は、その最後、その6になります。では、どんな春の景色が描かれているかを考えながら、憧憬以上を声に出して読んでみましょう。一時停止ボタンを押して、読み終わったら再生ボタンを押してください。さあ、皆さんはどんな春の景色が思い浮かびましたか？皆さんの中には、これと似たようなことを感じた人もいれば、全く違うことを感じた人もいるかと思います。自分の考えを大切にして、この後の学習に生かしてください。ここまで2つの作品の情景をそれぞれ考えてきました。次は、皆さんが想像した春の景色が聞いている人にも思い浮かべてもらえるように音読をします。どんなことに気をつければよいのでしょうか。ここで情景が伝わるように音読する際に気をつけるポイントを確認しておきましょう。声の大きさ、どのくらいの大きさで読めばよいのでしょう。声の抑揚、イントネーションのことですが、声の上がり下がりをどう工夫したらよいでしょうか。読む速さ、早く読んだ方がより伝わるのか、ゆっくりと読んだ方がより伝わるのか。最後に、間の取り方、
文と文の間をどのくらい空けるか。この4点を意識して、もう一度2つの作品を読んでみましょう。一時停止ボタンを押して、読み終わったら再生ボタンを押してください。どうでしたか？きっと自分なりの工夫ができたのではないかと思います。学校ではお互いの音読を聞き合う時間などがあり、互いの感想を交流することができますが、ここでは省略します。さて、最後に今回の学習を振り返ってみましょう。自分が想像した春の景色が伝わるように、音読を工夫することができましたか？また、友達の音読も聞いてみたいと思った人もいるかと思います。今回の学習を学校での今後の勉強に生かしてもらえればと思います。市の学習はここで終わりです。今回はもう一つ学習をします。教科書の16ページを見てください。休校中で自分の時間が取れる今、何か一つ続けて取り組んでみませんか？ここでは気になるニュースを集めようということで、小学校最後の1年、社会で起きていることや気になるニュースを書き溜める取り組みについて学習します。記録の仕方は自由ですが、ここで記録の例を紹介します。ノートの上の段にニュースの内容を書きます。新聞記事などがあれば切り抜いて貼っておくと良いですね。下の段には日付とニュースについての意見や感想を2、3文で書きます。記録に残すことで自分の考えや自分の世界を広げることができます。また、記録したことは学校の朝の会などでスピーチするときや文章を書くときのいい題材にもなりますね。継続は力なりです。普段とは少し違う今の生活の中で気になるニュースを記録する取り組みを続けてみましょう。最後に次回までの宿題です。教科書17ページから始まる帰り道を3回音読しましょう。また、教科書9ページ、10ページの下に書いてある5年生の学びを確かめようを読んで内容を確認しておいてください。最後に、教科書309ページを見て視点の意味や使い方を確認しておいてください。今後の学習を進めるのに大切な内容です。それでは皆さん、家庭での学習を頑張ってください。また会いましょう。さようなら。